アレンジマッチプレー対決負けないよっていう勝たせていただきたいと思います。今回賞金を提供してくださるのはスイング改造ノウハウが盛りだくさんマイケル長谷川さんです。勝ったら5万円負けたら0円田中由紀選手対藤井美里選手、はい、リンゴルフアレンジマッチプレー対決よろしくお願いします。お願いします。7番ちょっと意外とグリーンがシビア難しい今前結構パッとパッと読み取る、うん、ないっすよね。位を確認後次のホールへ移動してください。だいぶ熱い、はい、でもきっとこのカメラを見てる皆さんは試合で緊張しちゃって無言になってきてるのかなって思ってるんですけど思うのですが、暑いです。暑いです。かなり暑いです。もうだって14番でしょ。今5ホール目。うん。うん、もう水が入ってる。本当だ。もうあダメもう。もうポヨンポヨン。力つきました。早いね。それでもお父さんのお腹みたいになってます。でもなんかね、なんか上まで行ったすごい勢い行って欲しくなかったまあ今のは虫ちょっとで
ちょっと今日ドライバーすごくいい感じ。全部出ててますね。ドライバーに負けてそう。え？振り負けてそう。砂の上を駆け上がる。そうですね。ポニョ。二人とも。久々聞いた。ちょっとね、まあ今あと、え、あと何ホール残ってるんでしたっけ？14、15、16、17、18、あと5ホールで、はい、3ポイント負けてます。そうです。田中先輩に負けてます。はい、いや、先輩じゃないんです。ちょっとこのホールも頑張ります。ですね。いやあっち。いやでも。ある意味別の戦いも始まってるよ、うん、この暑さと暑さとのね、暑さ対自分精神論的に今日は個人的にはカートに乗ってるから、うん、めちゃめちゃ楽に感じる。確かにこれ歩くとな、そう、ここ歩いてたら多分もっとやばい。レッスンしてるとさ、やっぱずっと歩くよね。あー、行ってみたいな、サッカーみたいな感じでずっとフィールドチックにね、同じところ行ったり来たりとかするし、ありましたね。あった。結構いいとこまで出る。思ったより変なところじゃないかも。うん。120ヤード。122ヤード。7番アイアンで行きやっと1点耐えましたね。まだまだ最終ホールに向けまだ14番あと4つ、熱くて気持ちはもう上がりホールに行っちゃった。左側っぽい。耐えてようやくまず1ポイント取り戻した感じですね。1ポイント。でもね、もうあとまだ
4ホールでしたっけ、はい、あるのでちょっと4ホールでせめてもうちょっとチャリンチャリンってポイントを稼ぎたいですチャリンチャリンってね、はい、そう賞金への道はちょっとずつ上がりたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあその流れで今2ポイントリードしてます、はい、田中選手、はい、もうほぼラッキーですよねあの3ポイントは2ポイントか今のなんだもう暑くてなんかね、負けてるじゃん違うね、なんかスコアとかっていうよりも暑さをどうやって自分の中で抑えるかしか考えてなくて、うんうん、相手というよりも自分との戦いってことですね。そう、まあでもあと4つなんでもう折り返しなんでゴールが見えてきてるので元気に頑張りたいと思います。はい、はい、出ます。あと4つ、あと4つ、はい、頑張ります、はい、頑張ります。ジュースを刺したように私のこれ来るよねみたいなあ、5番ウッドです。ま
が読めなくて今1個あるからやっぱ大きかった。でもあれより上に行かなくてよかった。うん、そう思う。なかなか動いてくれない。